絶対にやった方がいいと思います。これなんとね、保険適用でやってもらいました。美肌になるマシーン。皆さんこんにちは、あかねです。いよいよ今年最後の動画になりました。で今回はですね、今年やってよかった美容ケアのご紹介をしていきたいと思います。前回と前々回でベストコスメの動画もアップしてるので、よかったら合わせてご覧ください。それでは最初に3位なんですけど、コラーゲンマシーンです。これはつい最近動画にしたばかりなので簡単に説明したいと思います。日焼けマシーンの逆バージョンみたいな感じのイメージの美肌になるマシーンのことをコラーゲンマシーンって言うそうなんですけど、それに通ってから日焼けした肌の色がすぐ戻ったし、ちょっとね、通わなきゃいけないというデメリットはあるものの、総合的に通ってよかったなって今心から思っています。大久保にあるベリンダモナさんというサロンに行ってたんですけれども、駅からも近くて予約もホットペッパーからできるし、首から腕にかけてタイで真っ黒になっちゃったのが本当に嫌で嫌で仕方がなかったので、たった10回あのマシーンに入るだけで色がね元に戻ったっていうのがすごく嬉しかったので第3位に選びました。続いて第2位が眉毛アートです。アートメイク、これもね動画にして結構ね、夏以降再生回数が結構上がって今すごく流行ってきてるんだろうなって思ってるんですけど、これはね正直コラボ動画にはなるんですけど、本当にやってもらえてよかったなって思いました。韓国の旅行中にできるという手軽さがすごくいいなとは思ったんですが、日本でも眉毛アートやってるところあると思うので、本当は2回受けるとより長持ちするみたいなんですけど、私は1回でも全然もう擦っても落ちないくらいになりました。今ね色を足すような感じで若干描いてはいるんですけど、ちょっと擦ってみようか。もう擦ってもほぼ変わんないですよね。てか、描けてなかったのかな。で私ね、 U ゾーンめちゃめちゃ乾燥するのに T ゾーンは結構オイリー肌で混合肌なので、眉毛がねなんか地味にテカってきて落ちることがよくあったんですよ。であとやっぱここの辺ってもう一生生えないですね多分。今から育毛しても綺麗に生えてくれる保証はないので、眉毛のアートメイクしてまつげパーマするとすっぴんでも目元の印象が全然変わってくるので、もしねやろうか迷ってる方がいたら絶対にやった方がいいと思います。おすすめです。それから第1位はシミとニキビ跡のレーザーです。これなんとね、保険適用でやってもらいました。南青山徳中クリニックっていうところで、普通にネットで調べて行ったんですけど、私なんとか動画でも話してたと思うんですけど、ここにお手で火傷した跡があったんですよ。直径1センチくらいの IPL レーザー受けたり、もうシミの改善を促すレーザーとかを結構やったりしたんですけど、全然いい子に取れなくて、これも前話したと思うんですけど、ここに2つニキビ跡があってたんですね。ニキビ跡っていうか、なんかずっとニキビみたいな感じの状態だったんですよね。でそれがケロイド状っていう名前がついてることを学んで、保険適用シミレーザー都内とかで調べて、でその中で一番綺麗そうなクリニックにしたんですけど、で全部で7000円だったかな、シミとケロイド2箇所で。韓国のレーザーも全体的な肌トーンを上げるとか、メイク的な感覚で綺麗になることはできても、やけど跡を治すとかケロイドを良くするっていうのはやっぱ医療が一番なんだなって思いました。ここのね、気に取った時は一旦もう一回やけどした状態になるっていうようなことをおっしゃってたかな。なのでまた一旦黒くなります。でその後1週間薄いかすぶたの状態が続いて、その間絶対に日焼けしないっていうのと、それ以外は普通に洗顔とか化粧とかもしていいよっていう風に言われたんですけど、パルコスメっていうのを貼っていました。これ自体に UV カットの効果があるので、これを貼って1週間出かけてました。薬局で1000円ぐらいだったかな。目立つのが嫌だなと思ったので買ってみたんですが、その期間特に大事な用事とかもなかったし、別になくてもよかったかなって今正直思います。ケロイドの方なんですけど、これは最初の診断の時点で1回で取れないかもしれないからまた来月も来てくださいって言われて、でずっとニキビ跡だと思ってたんですけど、ニキビが原因かわからないっていう風に言われたのが結構印象的でしたね。大きい顕微鏡みたいなやつで覗かれてちょっと恥ずかしかったんですけど、ここの焼け跡と似たような感じで一度レーザーを当てて、その後1週間ちっちゃなかさぶたができて、で取れるまで待つみたいな感じなんですけど、やっぱねケロイドの方はまだ残ってます。でも凸凹が薄くなったので化粧しやすくなりました。年明けにまたここの治療だけしに行こうかなと思います。この嫌だった左側の治療ができたことが私の今年の一番良かった理
美容ケアになります。で今年1年間を振り返って韓国のスキンケアとかをただ一人で使ってたのをなんか動画にすることによって反応をいただくことがあったり、今までは自分のブランドを通してお客様とお店でお会いすることが多かったんですけど、今年は本当に動画を見て来てくださる方もたくさんいらしたので、 YouTube をやっててよかったなって本当に思う場面がたくさんありました。そんな感じでこの動画がいいなと思ってくださったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。今年も1年間本当にありがとうございました。良いお年を。